ジオオ半島の空撮、2014年。湾に面したポートエレンの市街が、画面右上に見える。左上には、アイラ島空港が見える。オアミサキの滝。アーガイルビュートウジの一オ王は、スコットランド西部アーガイルのアイラ島の南西部に、広がる岩場。英国王立鳥類保護協会の自然保護区である。この地域は、ほとんど独立した島同然の場所であり。 最も標高が高いベインモールは、海抜202メートルで、南側に位置している。かつては、地域内に住民がおり、1830年当時は800人ほどが住んでいたが、ハイランドクリアランスによって、無重地となった。オアミと称される、南西側の海岸の崖の上には、第一次世界大戦中の1918年に、U ボートの魚雷攻撃で沈んだ。 1 0 0 0 s s タスカニアと両線との衝突事故で沈んだ仮想巡洋艦オトランとの遭難を記念し、アメリカ赤十字社が1920年に建てたアメリカンモニュメントと呼ばれる登場の建造物がある。この記念塔周辺の一帯は RSPB の自然保護区となっており、ベニハシガラス族、イヌワシ、ウズラクイナや海鳥類を見ることができる。 1931ヘクタールの区域がベニハシガラス族の特別保護区域となっている。晴れた日には半島の南側からアイルランドを望むことができる。ありがとうございます。